体を急に痛めたらどうしたらいいでしょうかって、まあ、一言言えるのはなんか自分でいろいろ考えてなんか変なことはしない方がいい。で特に結構多いのがマッサージしたりとか絶対やめた方がいい。仮にマッサージ屋さん行くとかっていう話、自分でやるよりマッサージ屋さんの方が専門的に見えるからなんとかしてくれそうと思うけど、はい、大概ろくなことにならないんでやめた方がいいです。絶対に急に痛いっていうのはもう炎症状態なんで、患部に対して何やるかっていうのは基本的にアウトです。でじゃあどうするかって、一応ね守る条件はあるけど、受傷後痛くなってから48時間はアイス、冷やす。で48時間以上はホットです。温める。3日前だったら温めた方がいいし、昨日からだったらそうした方がいいし、うん、でそうするとここで問題になってくるのは、じゃあなんでお医者さんは1ヶ月前の痛みでも何でも湿布出すんですかって、なんで冷やすんですかって、それは何も考えてないからだよ。嘘でしょ。いやそれ治ってほしくないんだと、ずっと患者さんに来てほしいんじゃない。なんで48時間でホットにするかって言ったら、うん、それぐらいだったら炎症がだいぶ収まってきて、今度は温めて血管を拡張させて、いろんな血管からいろんな修復に必要な材料を送り届けて早く修復させたいよねって温めるっていうのが基本。基本的と思われてもマッサージとかストレッチとかは基本的にいかない。もしもってなれば、まあ当然だけどそれなりの知識を持ってる先生とか行くしかないね。そういうお店はよく選んでください。